りころころよろこんで、しばらく一緒に遊んだが、やっぱりお山が恋しいと、泣いては土壌を困らせた。どんぐりころころ泣いてたら、仲良しコリスが飛んできて、落ち葉にくるんでおんぶして、急いでお山に連れてった。今日いい感じです。全然全然全然すごい全然いい感じの声が出ちゃいました。大丈夫でしたっけ。大丈夫じゃないよ。大丈夫です。うまく歌えちゃった。いや大丈夫じゃないじゃん。大丈夫です。あのだんだん連れてくるんですね。えね、迷子になってくるの。高いとこからずっとわーっつって。あ、でも気持ちよく歌いました。え、嘘。もう完全にもう本当にお池にはまってましたよ、もう手が。そうなんです。ちょっと本当にアイドルなのに。ねえ、え、レッスンとかはしてない。いや、一応ボイトレも何回かしたんですけど。何回。先生に何て言われる。あなたには歌の才能がありませんってこの間言われちゃって。あれ嘘。ということでここまで見せてくれました、はい、だいぶ丸裸にできたんじゃないでしょうか、はい、ねえ、小山さん、今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きでもお付き合いいただきましょうね。はい、お願いします。さあ、ということで今夜のしずるか、なんともう一組ゲストがいらっしゃいますのでお呼びしたいと思います。皆さん、ご存知のアニメピーピングライフでございますけども、来たね、皆さんも最近知ってるでしょ、はい、街で見たりとかビジョンとかで、はい、ね、はい、ということで今日はそのゲストでございます、ピーピングライフプロデューサーの小川智弘さんです。よっ、いやー来ました。よろしくお願いします。じゃあこちら端っこに青かけてください。はい、はい、すいません。さあということでプロデューサーの小川さん、よろしくお願いいたします。お願いします。あ、ポスター持ってきてくださって。わー、来た。わー、すごい。ね、この前、11月、去年の11月に劇場で公開した作品のポスターですね。はい、映画になっちゃったんですよね。手塚プロさんだ、手塚プロさんのキャラクターを使って。すごい。やっぱこの全員そこまでやる気がない顔っていいですよね。D 級映画っていう ね、新しい脱力級映画という、ここまでして良かったのかなと僕ら、ね、確かにね、手塚治虫さんのね、すごいっす。これせっかくですからポスター貼っときましょうか。おね、ありがとうございます。お、じゃあね、お手伝いさん動いてください。はい、すいません。あ、僕の仕事なんで。さあさあさあ、何でもやるんですね、池田さんは。そうなんです、何でもやるんです。すごい、ね、謙虚なんです。何でもやるんです、謙虚。やりますよ、何でも。さあ、ということで、ギラさん、早速でございますが、はい、おばあさんのプロフィールの方、紹介お願いします。はい、アニメ、ピーピングライフとは、キャッチコピーは、人間をサボろう、うん。脱力系のアドリブ芝居とアニメーションを融合させたもので、日常会話のワンシーンから生まれる、間や仕草が半笑いを誘う。うん、半笑い。でしかもこれね、作り方がすごいね、変わってて。うんうん、役者は設定のみ提示され、それに沿ったストーリーをアドリブで演じていく。アドリブなんですね。台本がないんですよね。ないですね、はい。いい感じにグダグダ感が出るんですね、喋ってる会話がね。そうですね、グダグダになります。はい。そして第25回デジタルコンテンツグランプリ審査員特別賞受賞。すごい。そして去年11月には初の映画化、ね、ピーピングライフ We Are the Hero が公開と、はいはい、で小川さんはそんなピーピングライフをプロデュースした株式会社コミックスウェイブフィルムの取締役。おー、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。しずる館初の取締役の方ですね。偉い方。偉い方。偉い方。ちょっと目がなんか、いや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 、なんか仕事になんないかなみたいな。ちょっと後でご挨拶を。いや、ふざけんなよ。しずるにも参加をしろ。いやいや、まず、なんで小川さんを呼んだかというと、池田さん、あるんですよね。はい、小川さん、はい、ピーピングライフ、はい、大好きです。ありがとうございます。本当にファンなんですよね。いや、すごい。いや、これね、めちゃくちゃ面白いのよ、うん、なんかね、普段僕らこう舞台でコントとかやらせてもらってるんですけど、それがね、やっぱりね、セリフって相手が喋ったら次僕が喋る、うん、で、こうなんか順番に喋っていくっていうのがあるんですけど、もうピーピングライフはもう被りまくるんですよね。なるほど。それがなんかリアリティがあるんですよ、めちゃくちゃ。それがもう面白くて、はいはいはい、僕あれが一番好きなんですよ。お父さん帰ってきたら、はいはい、あれロックされてて、あ、チェーンでロックされて、はいはい、ああ開けちゃってる、うん、それで、はい、開けてくれよっつって、そしたらチェーン開けないで奥さんとこの隙間越しに喋るって。ああ、面白い。こ
これなんかリアルで、身につまされますね、ちょっと。そうなんですか、お母さん。いろいろ、まあ、そういうあるある感も含みで面白がってますね。設定がなんか細かくて、皆さんがありそうなみたいな。しかもあの同じキャラクターでいろんなね設定があったりとかしますもんね。まあ皆さんね、どっかで目にしてると思うんですけども、知らない方のために念頭にこちらピーピングライフがどのようなアニメなのか、映像がありますので、ちょっと見てみましょう。こちらです、どうぞ。